レンタイン企画ということで、ミスドのドーナツを食べていきたいと思います。久しぶりのミスタードーナツで、ちょっとずっと食べたかったチョコ系のやつと、このバレンタイン限定のやつがあるので、それを食べながら、インスタで募集した恋愛相談とバレンタインエピソードを募集したので、それを一緒に話しながらやっていこうかと思います。それでは早速どうぞ。じゃあ食べます。これは限定？これは限定、ホワイトチョコレート。え、飲んだことあります？これ生チョコのやつも出てるんですよ。へー、それも飲んだことないですか？ない。え、ないの？両方とも飲んだことない。ないかい。ずっと飲みたいけど寒いし、なんかフラペチーノだしみたいな思って、ずっとスタバ行っても飲んでない。そう、メルシナのバレンタインです。限定です。モデルやってます。これも見てくれましたか？見てくれましたか皆さん。そう、スタバから。ホワイトチョコだ。チョコ好きだと思えてもね。あ、そう、なんかプレゼントとかでもチョコいっぱいもらって、チョコ、まあ好きですよ、チョコレートは。チョコ嫌いな人なかなか、え、いない、なかなかいない。確かに。じゃあ持ってたやつを食べようかな。これ今日の洋服はトリートとウィゴーとエピヌです。今日のフーリーコーナー。やばー、ハートの真ん中終わります。やばい、バレンタイン企画なのにハートの真ん中終わっちゃった。うわー、すごい。ちょっと断面見せたい。ほら、なんかラズベリーかな、なんかな。食べます、食べます。いただきます。久しぶりにミスド食べるから嬉しい。おいしい。うん、次これ食べる。やばい、バレンタイン最高。すごい。うん、うん、ガトーショコラみたい。うん、もうドーナツっていうかケーキに近いね。次、次、次これを食べます。これは中身、あ、絶対ラズベリー入ってる中身。うん、うまっ。でもやっぱドーナツはドーナツ屋さんが美味しい。うん、ね、本当にそう。でもどれもドーナツっぽいのないよ。でもこれぐらい。ハート、え、そうなの？うん、これもケーキ。これもケーキ、めっちゃしっとりしてる。これ甘さ控えめですね、この人。次、ニンジャーハート。こんなことしてるから彼氏できないのかな。多分それはある。もう遅い、2個目なのよ。多分これで2年はもう3年や、確定。やだ、中入ってないよ、クリーム。うん、うん、ドーナツドーナツしてる。ほら、クリーム入ってない。ほんとじゃん。うん、ほら、パン。これはドーナツだよね。あー、コーヒー、コーヒー。コーヒーなんだ、うん、あ、じゃあ男性向けかもしれない。うん、いや、甘いもの苦手けど、どっしりって感じ。どっしりコーヒー、どっしりコーヒー。軽くはない。でもこれが一番軽かったかも。うん、こっちなんだ。うん、どうしよう、これもう絶対甘いもん。うん、じゃあこれで。これでもキャラメルな気がするんだよね。キャラメルマシュマロ、すごい。これ持って。ケーキに言うと、わーお、さっくり。でもなんかリサ、よく YouTube、YouTuber の人が
あのミスド食べ放題とかやってるのよく見るんだよね。見ちゃう。昨日あれ見た、ムクエナチックさんのっていう YouTuber さんのミスド食べ放題。あー、まあ、みんなミスドだね。うん、うわこれ中にチョコレート入ってるよ。嘘。チョコレートが入ってチョコクリームも入って上にパウダーがかかってる。ケーキじゃないこれは。うん、あでも、うん、苦めのチョコレートって感じ。ティラミスみたいな。うん、恋愛答えていこう。これ募集したんですけど、うん、みんな病んでる。みんなこじらせてて、びっくりしちゃったりする。でも恋愛は病むよね。うん、病む病む。何これ病まない恋愛なんてなかなかない。うん、初対面でバレンタイン手作りあげるのありですか？フーリーちゃんなら何を作りますか？作りますか？初対面か。え、やめといた方がいいと思う。え、どういう、え、初対面ってことは、うん、連絡が取ってくるの？顔は知ってる、インスタは知ってて、ネット上でしか会話したことないってことなのかな。で、初めて会うから、その関係、初対面の関係性にもよるよね。そうだね。なんか付き合う前くらいの両思い的な感じのとか、連絡取ってたりとかの初対面なのか、もう本当に相手が自分の顔を知らないぐらいの初対面なのか。相手が自分の顔を知らない初対面だったら本当にやめておいた方がいいと思う。それは仲良くなって渡した方が進展があると思う。いやでも男の人って意外と気にするっぽい。気にする？し、話題にするっぽい。ってこと、話題ってなんか初対面で終わったみたいな。あ、そうなの。友達同士そういう風になってるかもしれない。ああ。し、なんか家族にあげちゃったみたいな。あ、家族にあげちゃった、よく聞く。え、悲しいんだけど、家族にあげちゃった。お前のために作ってんだよって感じだよね。DM から LINE を聞く方法だって。私は聞かないです。 DM で話してて、あっちから LINE を聞かれたら脈ありだと思いますって思っちゃう。だから自分からは聞かない。で、その DM から LINE を聞いてこなかったらもう付き合えないんだなって思って、その置いちゃう距離を少し。で、逆になんか気になってる人から LINE 交換しよう、 LINE でっていうか LINE で話そうよみたいに言われたら、あ、いけるわって思うもん。正味 DM と LINE って変わんない。まあなんか特別感はあるけど、男の人は何も考えてなさそうだから、っていうか LINE 教えてよってぐらいの軽い気持ちで聞いてみるのもあり。あ、これも多かった。インスタ乗っ取られるのって普通なんですか？リサは高校付き合ってた人はあった、そういうお互い乗っ取り合ってて、お互い相手のインスタを持ってるし、周りもそうだった。カップル同士のインスタを共有してるってこと。だからなんかリサの高校生の時はあったもん、そのコメント欄みたいなとこに彼氏とあれですみたいな、共有ですみたいな。そう。なので、男からの DM は、みたいな MG 付きのコメントの人、紹介文みたいな人多かった。でもうちの時代も勝手にフォロー外されてて、え、それが彼女が外してたとか。あー、聞く、なんか、ね、うん、聞く、あ、ごめん、みたいな、彼女が勝手にフォロー外したんだよね、みたいな。え、やだ、なんかそうやって女に報告の DM を飛ばすような男は良くないですね。キャラメルいただきます。キャラメルチョコレート。私女子校なんだけど恋愛はできないよね。どういうこと？その女子校内でってこと？出会いありますかってことじゃない？女子校って、まあ、学校内では難しいっていう人はいるかもしれないけど、その他校との恋愛めっちゃ良さそうじゃない？共学でも正味他校の、いや、そうなん、全然ある、全然ある、全然ある。他校の人だったもん、リサも。いや、うん、そうなんだ。そうそうそう。どういう風に出会った？それは野球部だったんですけど、それが高校初めて付き合った彼氏なんですけど、あその人は友達の友達でした。あ、なるほどね。友達がいて、あるあるある、そう、友達の友達パターンか。そうそうそう。え、でも意外とドラマみたいだけど、通勤通学の時に、あ、いたいた、リサの友達もいるよね。いるいるいる。かっこいいなってずっと思ってて、うん、SNS だから、うん、うん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 、
やり取りして、うんうん、え、学生ならだと思う、ならではだと思う、うん、この電車で会ってみたいな。だって同じ時間に登校して同じ電車のあれとか、うん、ほぼないよね、今の社会人とかだったら。あ、でもやっぱ女子校の悩み多いね。うん、恋愛したくても出会いがないって言ってる。出会いないよ、ゲサも。いや、もう、あなた学生じゃない。あれ、学生じゃない。いや、でもやっぱ文化祭とかイベントと、うん、とかで、ね、うん、奥手な男子を振り向かせる方法って何だと思う、風鈴ちゃんって。奥手な男子って結構自分が奥手だから積極的な男の人に、あ、女の人に惹かれる気もするの。リサの友達の話をとか聞いてるあれだと、うん、だから自分が積極的になればいいと思う。いや、絶対嬉しいよ。いや、嬉しいと思う。好きって言われて不快に思う人はあまりないと思う。その好きの度合いにもよるけど。これもバレンタインで、高2です。はい、バレンタイン好きな人にあげたいけどクラスが離れてて共通の友達とかもいない、勇気が出ない。靴箱でしょ。靴箱でしょ、これこそ、うん、あと待ち伏せじゃない、うんうん、か友達についてきてもらって教室行くか。あ、それはでも勇気いるけど本当に待ち伏せだと思う。あ、ちょっとみたいな。いや、もう今しかないから。いや、そう、本当に今しかないから。もう卒業した身からすると絶対もうね、ないよ、うん、その時はなんか失敗したとしても、うん、思うかもしれないけど絶対渡しときゃよかったのって思う。思う思う。しかもクラス離れてるんだったらなおさら失敗したとしてもクラス離れてるから。あ、確かに。大丈夫。どうする、その1ヶ月後ホワイトデーもらって付き合っちゃったら。やだ、うん、報告してもらって。いやだ、付き合いました、どうしたとか言って。学生に戻りたいもん。ね、戻りたい。逆に恋愛エピソードありますか？え、キュンキュンエピソード。私ですか？うん、ないんですよ。知ってますよ、俺。私学生時代とかで。あ、学生時代？学生時代は、え、本当にバレンタインガチで作る女だったんですよ。あの、ダンスコースだったから、あの、友達が用意してくるじゃないですか、やっぱり女が多いと、うん、だからもうリサも、でも詰めるとかじゃなくて大きいタッパーみたいなやつに持ってきて、はい、どうぞ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 、あ、ありがとうありがとうみたいな感じでやってた。で、本命の人にはガチでやってた。この本当にチョコレート屋さんですかってぐらいレベルでやってた。しかも一人暮らししてたのにわざわざ実家帰って実家で作って持って行ったからってレベルでガチで作ってました。お菓子作り結構やってたから、その余りをパパとかお兄ちゃんにあげてた。お菓子の何、店員さんのことが気になってるんだけど、恋愛に発展させるためにはどうしたらいいんだろう。店員さん、うん、よく行くってこと、ファミレスとかの。いや、コンビニ。店員さんによるんだよな、その店によらない。確かに結構気軽に聞きやすい店か、コンビニとかだったら確かによるよね。よる。でもいるよね、リサ、ディズニーの人よく見るんだけど。いい、見る、うん、TikTok で、ね、そうそう、TikTok でよく見る。推しとして。あ、推しとして、いいじゃん。逆にその店員さんも思ってるかもよ。え、このお客さん毎回来てくれるんだけど可愛くて。チャンスはゼロじゃない。え、チャンスはゼロじゃない。でもリサもよくスタバの店員さん、あ、かっこいいなって思うけど、うん、聞けないよ、それ。スタバは無理。早くて。通いましょう。通う。はい。一旦通って、あの、認知してもらって、向こうが、今日も来てくれてありがとうございますみたいな、毎回来てくれてますよねって言われたら、こっちのもめかり。質問でもしてた、逆にフーリーのも聞きたいです、うん、私本当にないんですよ。ゲンはリアにこういう仕事してるからとかじゃなくて、リアルにない。過去はありました。しかもメンヘラにさせられてたんだよね。もうやばいくらい束縛だったし、メンヘラだったし、本当に。でもそれぐらい、でもそれがちょうど良かったの、その時は。もう携帯見られるのは当たり前だったもん。まあ、恋愛感があってたね。そう、恋愛感があってた。まあ、その時は好きだったけど、その人のせいで、あの、変わった。その恋愛のどういうタイプとか、好みが変わった。これも学生ならではで、うん、友達と好きな人が被って、同時に渡してホワイトデーに見事優勝。え、勝ったの。気まずい。でも、その、え、その友達はさ、なんか、いいの？いいの？じゃあ。わかんない。え、でも、
中途半端なのが一番気まずくない？何？本当に仲良かったら、あ、応援できる部分はあるかもしれないけど、うん、なんかちょっと知ってるなとか、ちょっとクラス一緒に話すなぐらいだったら一番なんか、え、それもいいんじゃない？それの方がいい？うん、そっちの方が、まあ気まずいけど、なんかよくほらバチバチの学校のドラマ、うん、みたいで仲いい友達とじゃあ被るとするじゃん、うん、相手が成功したとするじゃん、うん、友達になれる？仲良かったら、てかもう聞いた時点でその男を狙わないか。あ、そうなんだ、うん、か、それくらい男の人が好きだったら、うんうんうん、言う、はっきりしたら、その友達もどうするかによる。その友達次第。あんまりないよね。あんまりないかも。けど、うん、聞いたことある。ずっと好きな人がいて、うん、でいい感じだったの、うん、でそれは友達に相談してたらそっちが好きになっちゃった。あ、でそれは聞いたことある。その相談してた間の女の人と男の人が付き合っちゃうみたいな。あるよね。ある。なんでなんだろうね。それは女が悪い。それは本当に女が悪いと思う。でもそういうのって続かないから。あ、続かない続かない。うん、大丈夫大丈夫。おめでとうだ。すごーい。恋愛相談とバレンタインエピソードをみんなに募集してもらったやつを喋りながら答えながら話していったんですけど、どうでしょうか。結構やっぱ恋愛してる子って病んでるんだなってしみじみ思います。でも恋愛してる時の女の子が可愛いし、その時になんか可愛くなろうって思った瞬間の時が本当に変われる瞬間だし、そういうなんか恋愛してる時ってフィルターみたいな、キラキラフィルターみたいなやつかかると思うから、ぜひ、まあなんか彼氏できたとかあったら報告してください。ぜひ。ベストオブドーナツは最初食べたやつと最後食べたやつの食べかけ、すごい悲しい形なんですけど、このラズベリー系のバレンタインのドーナツが美味しかったので、ちょっと食べてみてほしいです。皆さんチョコも美味しかったんですけど、チョコレート好きの皆さんだったら美味しいと思う。食べてみてください。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらいいねとコメントとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。他の SNS もたくさんしているので、それもチェックしてくれたら嬉しいです。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。それではバイバイ。